今日は母校の甲府商業高校にやってきました。約10年ぶりのこの場所ということで、ちょっと緊張もありつつとてもワクワクしています。今日は3年生に向けて夢を追いかけることの大切さなどをお話しさせていただきます。では行ってきます。こんにちは。はじめまして、シンガーソングライターの伊藤弘と申します。2010年に甲府商業高校を卒業して、そこから、結婚して、この高校を卒業しながら、これでシンガーソングライターとして活動しています。今日は、夢を叶えていくために、今やっていること、大切にしていることなどをちょっとお話ししていこうかと思います。皆さんとね、こうやって今日ご縁があって、流れていますので、ぜひこの今日の時間が皆さんに何か役に立てば嬉しいなと思います。今日はよろしくお願いします。自分自身に、思ったことだったり、日々ね、そのスクール、ボーカルスクールしてるんですけど、ボーカルスクールで歌を上手くなるために一生懸命練習している皆さんに向けて書いたレインボーという曲を聴いてください。君が子供の時
ボーとかね、今歌った愛されてるのよが収録されているアルバムがあります。今日は、甲府商業高校の皆さんに一人一人にプレゼントをしたいと思います。でですね、皆さんはスマホでねダウンロードできるので、その CD は皆さんの大事な人にプレゼントしてほしいんです。でね、ぜひ CD の中に一言書き加えて、いつも支えてくれてる大切な人にぜひプレゼントしてください。今日はありがとうございました。これからね、皆さんが卒業して頑張っていくというところで、今日はお話ができてとても良かったです。卒業しても頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今講演会を終えて戻ってきました。お話もさせていただきつつ、最後にもちょっとライブもやらせていただきました。最後、生徒の皆さんとつながれたような気がしてとても嬉しかったです。卒業する皆さん、本当におめでとうございます。卒業してもぜひ頑張ってもらいたいです。今日はありがとうございました。